はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。リアルタイム対戦前回続けられていきたいと思います。現状見ておきましょう。ダイヤモンドさん42勝40敗ということで、前回やっと今季初の勝ち越しができたというところ、この2勝を守り切っていきたいね。バラン入れて勝ち越してるのはちょっと誇らしげ。壁役にしか使ってないけどね。その間にジュースを1杯飲んで、いかに打ち込めるか、必殺に持っていけるか、そんなところが勝負です。はい、対戦よろしくお願いします。いいゴー。これいいね。こんなん頼むよ。今日も活躍してけよ。あー、終わるパターンじゃない。終わるパターン。終わるパターン来た。マジか。活躍するな、マームくん。活躍するな。メリークリスマス。さあ、ロトがどうしてくるかだな、問題は。怖いんだったらこっち側から攻めたいとこだけど、どうですか。いや、ピサロも抑えなきゃいけない。もうやだ。ああ、来るか。じゃあ、これ受けて立つか。ウォータースプラッシュじゃなくて、これ。もうやることは決まっている。こっちが回り込んでギガブレイク。そして、新竜くんは、こっち側から、どうしよっかな。どうしようかな。ここかな。ここかな。そしてツムリンの前に出てしまったというバカ配置。何やってんの。お膳立てしてんじゃん、ツムリンに。おー、取られない。あ、取られるんだ。えいや、ほい。いや、ロートだって一人に対してさ、三人がかりだよ、こっち。ここは終わるな。いや、まだね、まだあるから、バラン、なんとかならんか、バラン。これはしゃあないな。これ必殺。バラン、ギラー弱点とかっていうことないよな。オッケー、ナイスナイスさあ、こっからが大事よ。こっち来る。いやー、取れよ。マジ取らん、本当に。まずウォータースプラッシュのダメージ量。これで取る。頼むぞ、頼むぞ。オッケー。そして、竜の血。これ落ちんの？マジで？あざす。あざす。よし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 。これ逆転いけるよ。休み長尺な。さっき新竜に止まんなかったからいいんじゃないか。また止まんないんじゃないか。いや、これ止まってもいい。いやいや、今の大義かな。あれ、今のって何。いいんだよ、天満崩壊出しちゃっていいんだよ。一向に出してくんないけど、いいんだよ、天満崩壊で。ちょっと待って。それさ、ギラってさ、ちょっと待ってよ。ねえ、ギラ属性呪文。ちょっと待って。落とせる。こっち。これなら安心。いやさ、ベギラのショットってさ、呪文だよね。ほんと入らん。オッケー。いいよ、殻にこもっていいよ。あざす。
3つ勝ち越しに成功です。素晴らしい。3ターン目のバランを舐めちゃいけない。それよりあれだね、3ターンありない、あれだ、全然有効だったんだ、忘れてた。はい、対戦よろしくお願いします。1番ライトデスピサロ、混乱頼む。2番センターピサロ、エルジマ県お亡くなり。3番サードサンタアリーナ、メリークリスマス。いや、バラン、3ターン目のバラン生かしてくれ、それが楽しみだ。4番ライトベスキング、これはどうかな、あのデスピから落としちゃおうかな、こうなってくるとか、テンション貯めるか、うん、これはこっちからいっちゃっていいんじゃないかな。あ、これ届くのか、これは、あ、これ入るのか。いやいやいや、こっちから打とう、こっちから、こっちから打とう、これから行こう。あ、マジでこれでいいと思う。無理や、そんな竜の血分け与えてるから鬼化するんだ。カンカン、これはここでいいな、無理しなくて。いや、サラサラで落ちますんで、 OK、 ナイス。さあ、3ターン目のバランのギガブレイク、これブレイクみんな聞くわ、この子は聞かないかな。嫌がってるね。こっからテンションダメ始まります。こっからテンションダメ行かさせていただきます。これ本当はね、ピサロナイトと一緒に上がっていくのが理想なんですよね。上がっていこう、これ上がっていこう、この子、この子デインはどうだ、大弱点、デイン大弱点きた。3人バラン一緒に行くぞ、行くぞ、バランドの音もしますぞとピサロナイトが申しております。ここで、ココナッツジュース1杯目。さあ、3ターン目にかける、そこしか生きらんない。どうしよう、これ、これどうしよう、こっちが行く、ああこっちが行くか、もう出ちゃおうか、なかなかないよ、強気に攻めるこっちは。それで行くと思うじゃん、次下がるからこっちに次下がるから、それで10ターン目まで逃げます、それで勝ちです。次必殺いけるよ、届いちゃう、これ 1,2,3 届きます。そしてミリオが取れます。うん。さあ、ベスキング君どうするかな、物理封じでもやってくる。オーケー、耐える。でラリホー取るから、これはラリホーでいいね。うん、焦んな、うち焦んなよ、いいぞ、焦んなくて。でここで必殺入るんです、いく、もう死ねよお前、死ねよはあ、恥ずかしいやっちゃの。
これどうする、こっちでいいか。いや、いける。まだバランがいるから。バランさえ生き残れば大丈夫なはず、これ。あ、ちょっと待って。遅れてる。ピタナイト遅れてる。ここカバー入ると思ってたのに。これまずくない？逆に。これは、うっさ、負けんだ、これで。あ、ヒャドよかったのか、うち。あ、ヒャドよかったのか。よかった。うん、メラも OK だしね。これマターで落とすしかないでしょ。よし、バラン。バラン。バランと、あ、バランダメか。あ、いやいや、バランいけるわ。これどうせゼシカでしょ、狙ってくるの。集体をさらしたゼシカ。OK。よし、これは行かせてもらう。これは行かせてもらう。もう完璧。ありがとう、ピサナイト、ありがとう。最後ちょっと、もたついた感はあるけど、なんとかやり遂げました。サンタアリーナにいいんだな、うちのパーティー。全然ノーガードでいける。その代わりソロと、デスピは無理。はい、対戦よろしくお願いします。無理なパターン来たよ、これ。みんなデイン持ち、イオデインか、イオデイン持ち。無理なパターン来た。これはピサラナイトに頑張ってもらう。うん、それしかない。これ楽しみだね。これみんな速攻で来るから、それを返していく。さっきのサンタリーナってさ、素早ささだけのミスだよね。ピサロは間違うとしても、そんなある？必中にしてくんないかな。才能開花で必中にしましたってならないかな。必殺技ミスミスミスって。来るよ。まあ安定のここだね。で、デンデンがやられちゃうんだよな、これがな。デスピ、あー、そこでね、ありがとう、それはありがとう。これはもしかしたらデンデン生き残れるな。デンデンはやること仕事多いぞ今回は。ラーミアも混乱取るぞ。腹痛が出るからな、気をつけろ。腹痛が出るからな。で、三河市持ってるからな、やつも。で、これさ、当倍だっけ、何にも入んないんだっけ。そうだよな。そこはラリホーぶっ込もうか、とりあえず。これはいいんじゃないかな。ここ行ってパキューンして、神竜のブレスで落とす。それでどうですか。で、ここで入って、で、いいんじゃないかな。どうかな。あー、これしゃあ、これはどうする。状態で取るか。で、落としていかないとダメ。こっちこれでこっから行く。うん、いや取れなくていい、これはしゃあない。で、神竜が前に出る。で、ムーンさんどうする。ムーンさん、マヒアドキリデインか。デインどうする。ラリフォーマ、ラリフォーマ、ちょ待って、あなたラリフォーマ、ラリフォーマダメか。ラリフォーマここ、ラリフォーマここ。入れよ、マジで。マジで入れよ。ボディ。次、ラーメンは攻撃させずに回復に回させる。それが手です。で、これはラリフォーチャンス2回目いきます。ここで取れなかったらもうおしまいだよ。 60%、 50何パーあるからね。 40% 2回外すってことは、ラリホこっから、いやこっから、いやこっから、あれ
よし。よし。まだ分からん、これは。いや、次が痛えな。学校の英雄が出た。ギガソード組んで、これ、デイン。電電流以外。電電流外しで前の3人だけやられるよね。まさか電電入って、撃ってくれる？生き残れるか？あ、落ちなかったのかな？オッケーオッケーオッケー。落ちなかったんだ、多分。もうデスピー初手あれだね、セクシースナイプだね。あ、それでウォーター打っちゃうと削りすぎなんよ、うん、それでシーンをさらされて落としてくる、これですね。はい、対戦よろしくお願いします。サンタアリーナに対しては強気に出ようかな。オラオラって感じで。いや、混乱取らなくてもいいよ。もうもう取らなくてもいいよ。ありがとう、デンデン。うん、よし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 。これは、奥いけるかな？届くのかな？奥。届いてないな。スナイプを、で、ここに入れちゃいます。これ入るかな？取れるかな？スナイプ。よっしゃい！だいぶ違う。次、ムーンさんか。ムーンさんどうする？あと、ドラゴンに入れる？これ。これ無理だから。うん、ここでいいか。ここでいいな。ここしゃない。で、これ。OK、ナイス。いや、起こし合うなよ、マジで。マジで起こし合うなよ、もう。さっきまではさ、ずっと殴んないで動いてんだから、そこ止まっとけよ。大丈夫ね。動くなよ。ほら、来た。ほら、来た。さっきまでは動かなかったじゃん、ずっと。いいよ、5連勝中。いや、サンタアリーナに対しては強気にいける。その心持ちだけで戦える。で、デスピアは今言ったようにセクシースナイプからサラサラで落とせるから、もう 怖いもんないね、今のとこ。はい、対戦よろしくお願いします。ここはフェニックスが先来てバフ、あのキサナイトが剥がれちゃうのが怖い。そしたらおしまい。順番どうなってる？あ、そっちか。落ちるわ。プサナイト落ちるわ。そしてむき出しのイオ大弱点野郎どもがガビン来るでしょ、うん、でそういう時に限って混乱取れないっていう落ちですね。これ後ろ下がってスカラとかやってくんない？後ろ下がったらスカラとかやってくんない？でフェニックスをどうせ使い駒にするんだろうから、フェニックスからで、あー、やっぱ来たー。おおおおー、ちょっと待って。そしたらさ、そこの行ける場所なくなっちゃって、デスピの。これはどうする？じゃあこれなかなか珍しいパターン。あ、それで、あ、そこあるか。これ、じゃあこんなん欲しい。これはちょっとこの、あ、ありがとうす、あざす。これよしよし、これはいい。うん、これはいいぞ。フェニックス来る、ガップンする。あー、一個攻めてこないかな。あれ、打たないってことは三河市出てないってことでいいんだよね。だここはいけますね。ウォーター行って、ウォーター行ってたな。うん。スナイプ、うん、あ、そっからね、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。で、こっから、ウォーター。あ、こんな感じになっちゃう？あれ？あ、こんな感じか。
こっち行こうか。欲張って魅力を取ってくんないかな。あーもうあー、これはムーンで落ちる。そう思ってた。あーこれ行きたい、生き返ったとて、あそこは魅力取れてればと思ったんだけどね。ちょっと惜しかったね。まあしゃあない。あれが後ろにいるからまだありがたいよ、グレナルが。これ焼けつく来るよ、焼けつく来て動けず動けず、これは大丈夫、落ちない、うん、その後のグレーナルでも落ちない。本当か、バラン残しちゃうと後で痛い目見るよ。バラン残すと後で痛い目、あ、これちょっとまずいんじゃないか。次デイン、いいね、仕事してる。このデスピはいい、若干てっちゃん寄りのデスピだ。ありがとう。これ出てこざるを得ないよね。そうだよね。で、魅了取ります。ちょっと怖いな。ウォーターどんぐらい？ああだね。だからこっち取る。で、サラサラ入れて、入れる。甘い金眠らなんもんな。うん、これ入れる。で、頼むぞ、ピサラナイト、頼むぞ頼むぞ、これな、頼むぞ。やるやん、やるやん、主君を裏切るとはやるやん。さあ、次は、あー、出てきちゃダメだよ。出てきちゃったらさ、殴られちゃうから、グレナル、殴られちゃうから、マジで。したら、あー、オッケーオッケー、やるね、やるね、あなたやる子だね。で、ここは殴ってもいいよ。おお、やる、やるね。移動封じだけど一つでやらせていただく。これビスルとかやめてな。ナイス。やっぴさらないとやったな。今日はロッカールームで祝杯だ。いや、今日はみんないい動きしてる。ダイヤモンドに、そして6連勝。はい、対戦よろしくお願いします。あー、これさらに燃やされんな。さっきはね、燃やさないでラリフォーで来てくれたからよかったけどね。激烈走来て、デンデンが混乱取ってくれる、そう思っております。これさ、倒倍なんだよな、結構取れないんだよな。取れはだいぶ違う。ベーラほんと後回しでいい。あー、オッケー、ブラッティースクライド。これはいいね、これは良かった。カバー役としては最高です。ここでメラ来てもね、全然 OK。その前に剥がれちゃうのが一番良くなかった。 OK。 で、ここからどうするかな。 1,2,3 で1、これ 1,2,3、 これラリーも取れてないのかな。これ、あら、あら、かわいい、スナイプで入れちゃう。 60%、60%、60%、60%、60%、ムーン、これはムーン。あー、もう全部ダメ、全部ダメ。ねえ、 60% 取れないでしょ。で、 60% 取られてるでしょ。いや、 80% か。いや、そりゃダメだって、マジで。で、腹痛出ちゃうんじゃない。あー、出ないか。あー、腹痛出ないか。いや、そりゃダメだって、バラン入れてる意味がなくなっちゃうもん。
80% 引かれ 40% 引かれだよ。確率こっちの上だもん。井戸富士これどうなるかな。ちょっと勝敗握るのバランか。またで、そっち落としたくなるよね。いいんです。それでバランで勝負できるな。バランで勝負。これさ、ほんと取らねえな。ほんとにこっち入れるか、どっちも一緒か。だったら三河氏がない方を選んだ方がいいか。もう素早ささだけだかんね。でこれ落ちるでしょ。もう勝ってたやん。いや本当バランをいじられないんだけど。バランいじってくれ、ちょっとかわいそうだ。クラスで誰にもさ手繋がれない子になっちゃってんじゃん。バラン、ちょっとそれはやりすぎ、それやりすぎでしょ。最後手を差し伸べたバランが、この三河氏のヤバさどう思う。勝てる要素は絶対あったよ。もう絶対ほとんどあったよ。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。